よくよく考えたら島風、アリスではなく時計ウサギですよね。ここに迷い込んだこと自体おかしいと思いませんか？わあ、あんな場所にケーキが。ってダメですよ指揮官殿。今はここから脱出するのが先ですよ。ここに駿河殿がいたら。あれ、駿河殿ならどうやって脱出するのでしょうか。島風、全く思いつきません。出口はあっちですね。よーし島風、全力で開いた。鏡じゃないですか。耳を傾けて話を聞いてあげればきっと誰とでも分かり合えます。島風、ずっとそう信じてきました。島風が正しい行き先を案内しますよ。耳じゃなければ、耳じゃなくても恥ずかしいですよ。もう完了ですな。ささ、早く報酬に何があるか見てみましょう。そうだ、新しいメールを確認した方がいいですよ。あ、指揮官殿。島風がさっき見つけたすごく美味しい紅茶ですよ。一緒にちょっと休憩しましょう。委託組が戻ってきました。ここには持ってこられませんよね。